こんにちは。生体肉にご参加です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みやストレお悩みの方に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は仰向けになった時に、この後寝た時ですね、に腰が張ってしまう。その原因を解消するエクササイズですね、改善法をお届けしたいと思います。で、これはですね、ちょっとシリーズでお伝えしてますので、ちょっと前回とか見てない人もですね、下のところからリンクからチェックして、そこを見ていただいてから、今回見ていただきますと、より一層ですね、理解が進んで、あなたの仰向けになった時の腰の張りですね、これが改善しやすくなりますので、ぜひ見てからですね、この動画を見てください。で、今日のを見ていただきますと、さらにですね、骨盤の中の仙骨。ちょっと頭が取れちゃいました。あれ。反対かな。仙骨に体重が乗るようになりますので、ここですね。骨盤の中の真ん中の仙骨。ここに体重が乗るようになりますと、腰の張りがなくなります。仰向けになって寝た、こうやって寝た時にですね、腰が張る人っていうのは、ここの腰の筋肉、ここで体重を支えてしまってるんですね。ですから、腰が張ってしまいますので、日常の座ってる時とか立ってる時にしっかりその腰の筋肉ですね。ここの筋肉じゃなくて、この下の仙骨、ここで支えるようにしていくということでですね、やっていきたいと思います。で、ここで支えるようになるために前回ここで擦るのをお伝えしたんですが、今日はですね、よりここに乗るようにするための方法ということで、お尻持ち上げエクササイズですね。お尻をこんな風に持って、ここにちょっと割れ目がありますので、持って、これを持ち上げます。で、持ち上げた状態で、こういう風に足踏み、その場で足踏みしてください。ちょっと歩いていただいてもいいぐらいです。歩いていただいてもいいぐらい。で、これはですね、まあ何回でもいいですけども、ちょっと動いていただいて、足踏みしていただいて、で、手を離します。離すときはパッと離すんじゃなくて、じわーっと離してください。そうすると、ここがですね、ここがシュッとしてくると思います。っていう風に、お尻をしっかり持ち上げた状態で足踏みトントンしていただきますと、しっかり仙骨という先ほどの骨ですね、そこに体重が自然に乗るようになります。ここに乗るようになります。で、なぜこれ乗るようになるかと言いますと、この骨盤がまあですね、腰が張る人はですね、骨盤がこうなってるわけです。で、こうなってる人っていうのはちょうどこのお尻の下、ここですね、太ももの裏側とお尻のちょうど境目、ここに靭帯があるんですね。靭帯って言うんですか、足首ですね、硬いやつです。この靭帯が、これが正しい状態からこうなってますので、ここがですね、縮こまってギュッてなってます。そのギュッとなったのをですね、こう持ち上げることで、ちょっと軽く引っ張られます。で、その状態でトントンすることで、ここの硬くなってた靭帯が緩んでくるんですね。で、緩んでくることでですね、しっかりこの状態で、で、この状態にすると緩んできて、しかも骨盤が立っていきます。立っていくことで、トン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 、こういう風に、刺激を加えますと、この刺激がですね、まあ、この体が上下してますから、この体重が、この上下する、その体重のこの上下がしっかりとこの仙骨に乗ってきます。で、乗ってくることで背中も緩んできますし、この先固かった靭帯も緩んでくるということになりますので、ぜひですね、これをやっていただきたいわけです。結局この骨盤が寝てしまうってことは、まあ、骨の位置を正しい位置に戻すことも重要なんですけども、まずその、ずれた状態、寝た状態で、ずっと頑張ってきてますから、腰の筋肉だったり、先ほど言ったお尻の下にある靭帯だったりとか、いろんなところが、その骨の代わりに頑張って支えて硬くなってしまってます。ですから、そこをまず緩ましていって、で、動くようになってきたから骨盤を正しい位置に戻していくということが大事なので、これはですね、しっかりこう持ち上げて正しい位置にした上で、こう緩ましていきつつですね、骨盤がしっかりと立ってきて、仙骨に乗るように持っていってますので、こういうふうな形でですね、やっていただくとより、骨盤が立って仙骨で支えられますので、腰の張りがなくなっていくと思いますので、ぜひ
やってみてください。でやった後は腰がですね、腰回りがシュッとした感じになると思いますね。腰がシュッとしてくるってことは、あなたの骨盤は今まで寝ていたということになりますので、その寝ていた自覚があるかないかではなくて、やった後にこうシュッとなるかどうか、そこをチェックしていただいて、もしシュッとなるようでしたら骨盤が寝ていたんだなというふうに思っていただければと思います。で、仰向けになって腰が張るってことはですね、結構骨盤が寝てますので、これ繰り返し繰り返しやっていただいて、徐々に徐々に出なくなっていきますので、1、2日とかでは多分難しいと思いますので、繰り返しやっていただければと思います。で、やってみて分かんないことありましたら、またメッセージコメントいただければ嬉しいです。ということで、またこういったエクササイズ知りたい人は下のところからチャンネル登録をしておいてください。ということで、本日もどうもありがとうございました。